はいどうも、大成です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日の動画は絶対に春この4つのアイテムは持っといた方がいいよっていうところをね、ちょっと僕なりにおすすめするアイテムを今考えてみたので、よかったらぜひ参考にしていただければなと思っております。この動画を見ていただくと大体トレンドの4つわかるよってところなので、よかったら4つ見ていただけたらなと思います。では早速いってみましょう。はい、ということで、まあもうね、だいぶ春のムードも始まってきて、早く春服着たいみたいな、もうやっと暖かくなってきたから、もう冬のアイテム、ああいう重たいアイテムをやめて、もっと開放的にファッションを楽しみたいっていうね、方がどんどん増えてきてるかなと思うんですけど、まあその中でまあいろいろ多分皆さん今からポチポチ買い物をしたりとかリサーチしだすと思うんですけど、まあ絶対に多分まあ店舗でもそうですけど、まあコレクションとか見て個人的に考えじたことと、やっぱりもともと僕はファッション畑にいた人間だったりしますし、まあ、ありがたいことにインフルエンサーとして展示会とかも行かせていただく枠として今入らせていただいている中で、まあ、個人的に多かったなとか、やっぱみんながよく着てるなとか、みんながよく出してるなとか、まあ、普通が増えてるなっていうところを、僕なりにちょっと4つまとめてみたので、まあ、そこをね、今年買っといた方がいいんじゃないかなっていうところをまとめてみました。1つ目がまずこちら、フェイクレザーやレザーアイテムってところで、まあこれ秋冬でもお話ししたかなと思うんですけど、まあ引き続きやっぱりレザーのアイテムは注目されています。レザーのシャツにしろ、レザーのブルゾンにしろ、レザーのコートにしろ、僕もコートとかね着てたりするんですけど、それこそやっぱりレザーのディティールってところ、ファストブランドからハイブランドまでやっぱりレザーってところはキーワードとして置いてるんじゃないかなってのは思っております。なんか普通のシンプルなスタイリングにレザーが少しだけ入るとか、まあシンプルなデザインのコートにレザーのディティールが入るとか、まあイレニサとかも本当にそうだと思うんですけど、コートに、まあ、腕のここのベルトの部分にレザーを使ったりとか、まあサンシーとかもそうだと思いますし、まあ各ブランドさんもレザーでこう組み込んでファッションの自分たちのアイテムに色を出すってところなんですけど、今回話すフェイクレザーに関してなんですけど、やっぱパンツ、フェイクのレザーのパンツ、フェイクのレザーのシャツとか、まあ本レザーってところもいいんですけど、なんでフェイクレザーがいいかというと、やっぱり環境に配慮したものが多いですね。なんかサスティナブルに配慮して、まあ、動物を例えばピックレザーという豚のレザーを、食用豚のレザーをなんかこう使ってるブランドさんはすごいサスティナブルだと思うんですけど、やっぱりちょっとフェイクレザーの方が、まあ、環境に配慮はしているよねっていうところと、やっぱりそのフェイクレザーはフェイクレザーの中でもプラスチックとか元々あった衣服をリサイクルしてかなり裁断して細かくしてレザーにするっていう技術とかもあるので、まあ、そういったものを使ったフェイクレザーとかがやっぱりこうキーワードとしても上がってきますし、まあ、世界的に注目されていくんではないかなって個人的には思っているので、フェイクレザーのまあアイテムってところは少しキーワードとしてもいいんじゃないかなとは思いますし、僕もパンツやっぱ2本持ってるので、やっぱ履きやすいんですよね。フェイクレザーって伸縮性もあって、あの汚れにも強くて雨の日も履けるってところが、本レザーと違ってやっぱりそういったところでもお手入れが楽だったりするので、まあフェイクレザーってところは一つキーワードとして持っといてもいいかなと思います。はい、2つ目、セットアップですね。これも秋冬と同じなんですけど、やっぱりトレンドに関してセットアップってところはテーマとして上がってきてます。どういうセットアップがいいかってところなんですけど、今年いろんなセットアップ出てると思うんですよ。まあ去年はテーラードジャケットっていったセットアップだったり、ドレスみたいな感じの、スタイリングが多くて、それに関してリラックスを混ぜ込んだりしてたんですけど、今年は逆に言うとシャツのセットアップだったりとか、プルオーバーのセットアップだったりとか、スウェットのセットアップってところで、もう全然ジャンルを関係なしにセットアップというブランドさんが多いです。ルクを見ていただいた方が早いかなと思うんですけど、はい、こちらこういう感じのブランドさんが多分セットアップ多く出しております。で、今回セットアップってところがね、あのキーワードになってきてるんですけど、まあテーラードジャケットっていうセットアップも引き続き人気ではあるんですけど、シャツのセットアップだったり、今年僕がやってるサブレーションズっていうブランドでもシャツのセットアップ出しますし、あのプローバーのセットアップも出ます。で、なおかつテーラードジャケットセットアップも出るんですけど、やっぱりその中でセットアップっていうのがキーワードとして上がってきてます。僕もね、普段からセットアップで着ることが多いんですけど、なんでセットアップが人気かっていうところをお話しすると、やっぱり単純に楽なんですよね。ワンツースタイルで一気にそれだけでワントーン
にもなるし、一気にこうファッショナブルにもなるから、まあ、そういったところで楽っていうところと、あともう一つアンチストリートっていうところで、まあストリートの、トレンドがかなりね左右されてたじゃないですか。この一つ前とか二つ前とか、それこそディオールさんとかがストリートっぽい提案をしたりとか、それに対してアンチストリートの意識が強くなってきてるから、セットアップっていうちょっと綺麗なドレスライクとかエレガンスとか、まあ今キーワードで言うとエレガンスとかドレスとか、まあそういう綺麗な言葉が結構並べられることが多いんですけど、まあそういったところ、まあアンチテーゼですからファッションはかなり反動とかでなるものだと思うので、まあそういったところの、まあ、ストリートを抜けたようにしたいからセットアップっていう綺麗なキーワードを入れてるってところがあるので、やっぱりセットアップに関してはもう絶対に買っといた方がいいと思いますね。ショーツのセットアップでも OK ですし、パンツはショーツでも OK です。なんならショーツが結構流行ってきてます。スタジオニコルソンとかもレザーのショーツとか出してたりとか、レザーのセットアップって着れるようになってたりとか、まあそれこそまあ普通に細身のパンツでもいいし、ワイドパンツでもいいんですけど、その中で一番大事にしてほしいのはやっぱリラックスっていうところのテーマですね。リラックスがやっぱり今年の今回のファッション業界の中では一番キーワードとしてはでかいので、まあそういったところは押さえておくとかなりいいかなと思うので、リラックス感のあるちょっとラグジュアリーなセットアップってところをちょっと選んでいただくと、またちょっとね雰囲気は変わりますし、まあそのアンチテーゼでちょっとまたパンツも細くなってきたりはすると思うんですけど、まあそういったところでどん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 取り入れていっていただければなと思うので、やっぱセットアップは買ってほしいですね。はい、3つ目、白ボトムです。白ボトムに関しては去年もそうなんですけども引き続き大人気ですね。白で言うとピュアホワイトがかなり今年は打ち出されているイメージで、1個前はきなりっていうちょっと白をくすませたような色が流行ってたんですけど、今年はどちらかというと真っ白のようなピュアホワイトが流行ってる印象で、パンツに白そうですし、デニムもくすませたカス残しのあるようなデニムじゃなくて真っ白なデニムを選んでいただいたりとか、まあ、そういったクリーンなホワイトが流行ってきているので、まあ、そういったところでホワイトのボトムを持っておいた方がいいです。で、これに関してはスラックスからデニムからあると思うんですけど、両方あると便利ですね。太さで言うとテーパードからワイドがおすすめです。細身の白はあんまりかっこよくないとかキザになりすぎるというか、ちょっとこう決めすぎた印象になるので、白ボトムを選ぶ点で注意してほしいのが細すぎないこと。テーパードぐらいなのか、ワイドなのか、ストレートなのか、ここの3つで大丈夫です。なのでもし買うってなった時にどういう太さがいいってなったら、スリムテーパードってよりかはちょっとルーズなテーパードなのか、ワイドなのか、ストレートなのか、この3つで探してあげてください。で、白ボトム持っておくとすっごい使いやすいです。僕もそうなんですけど、結構よく白のパンツを履いております。いろんな多分インフルエンサーの方もね履いていただいている方が多いですし、白のアイテムっていうのはかなり人気なんじゃないかなって思っているので、ぜひともねまだ1本持ってない人、これからもう1本欲しいなって考えてる人はね買い足してもいいかなと思います。で、4つ目、これはテーマになるんですけど、アウトドアってところですね。かなりだいぶキャンプブームとか、まあそれこそやっぱコロナっていうのもあると思うんですけど、外で何かアクティブにすることだったりとか、人が密にならない環境で、楽しむっていう趣味が今かなりまた流行ってきてるので、その中でアウトドアっていう広いジャンルでアイテムを見てあげること、それは何なのかっていうと、例えば釣りでいうとダイワさん、山でいうとノースフェイスとか、まあ、そういった点でアウトドアなブランドとファッショナブルなものを掛け合わすってところが流行ってます。で、春夏で多分よく聞くのがマウンテンパーカーとかマウンテンジャケットとか、こういうアイテムとか、僕もそうなんですけど今年 TH で買ったんですけど、まあ、こういったものにミリタリーの要素を組み込んだものがなんとなく多いです。ブルゾンまではいかないけど、こういうね、ショート丈のジャケットだったりとかも今かなりね打ち出されては来ているので、アウトドアってところも頭の少し片隅に入れておくと、なんとなくあ、これアウトドアのアイテムとファッションをちょっと掛け合わせてるんだなとか、それこそやっぱベストとかもそうだし、ちょっとギミック多めのアイテムかなとは思っているので、まあ、そういうアイテムをね少し例えばウールの素材感でやっちゃうとかもかっこいいと思うので、まあ、そういった提案がかなり増えていってるんじゃないかなとは個人的に思っているのと、アウトドア服だけに限らず小物、例えばバッグにしろサンダルとか帽子とか、帽子とかで言うとちょっとこういうバケットハットのつばが広めなものだとか、まあ、サファリハットみたいな感じで、まあ、スタジオニコラソンとかも出してますし、まあ、木島さんとかでもあると思うんですけど、ちょっとつばの長めのものとかが買いやすかったりとかね、まあ、そういった感じでどん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 マウンテンのものとかアウトドアのものがやっぱりファッションに落ちてきている。もう一番言うとグッチとノースフェイスが今年コラボしてる時点でそうだなってなんとなく思って
ってはいるんですけど、まあそういった点でやっぱりアウトドアっていうのを少し頭の片隅に入れとくとやっぱ流行ってるんだなってなんとなく分かっていただければなと思っております。なのでこの4つをぜひとも買い物する際でもいいですし、春夏のポイントとして入れておくとかなり買い物もしやすいし、ファッションにも落とし込みやすいんじゃないかなとは思っております。はい、ということで4つ今回お話ししたんですけど、まずフェイクレザー、セットアップ、白ボトム、アウトドアっていうこの4つ、この4つを頭の方に入れていただければ、春夏も楽しんでいただけるかなと思ってます。僕ももう早く春夏を着たいのでもうワクワクしております。皆様と共にファッションを盛り上げていけるように僕も楽しんでいきたいなと思っております。はい、ということで今回の動画が少しでもいいなと思っていただいたら高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録もいいと思っていただいたらしていただければなと思っております。はい、ということで今回は春に覚えておいていただきたいアイテム4つをね、ざっくり話したんで、よかったら参考にしてみてください。ということで大成でした。本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。